をじゃあどうやって具体的に上げていくの？みなさんこんにちは、あやこです。さあ前回をですね、英語は基礎が大事だよっていうお話をさせていただきました。次はどういうふうに行動していけば英語上達がなるかというとですね、単語力ですよ。この単語力をじゃあどうやって具体的に上げていくのというのを今日は一緒に見ていきたいと思います。日常からね、英語と慣れ親しむというかまず大事です。そしてその第一歩として英語を付箋にね、名詞を書きます。そして家の中にあるものにこうペタ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 と貼っていってください。毎日こう行動します。その行動の中に英語が入ってくると自然に覚えられます。日々の中で英語に触れて、そういえばこれなんか見たことあるぞというふうにするんですよ。それを例えば冷蔵庫だったら refrigerator、まあ、フリッジとも言いますね。それをペタッと貼りますとか、その電子レンジありますよね、それを電子レンジにペタッと貼ります。これを毎日見ますよね。こう冷蔵庫目に入った、目に入ったら言う、フリッジ。これは発音の練習にもなります。フリッジで、ここで I open the fridge っていう風に一つのシンプルな文章を作る。これだけで OK、 できそうでしょ。で電子レンジだったら I use the microwave、 I use the microwave。 この open とか use とか、こういったねバリエーションを自分の中で少し変えてみてください。これだけでいいです。このシンプルな文章を組み立てる、それだけでもこの英語上達への道すごくすごく大事なので、この動画を見たら付箋に英語を書いて、そして貼っていきましょう。そして毎日それを見たら言う、口に出す、アウトプットをしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time! バイバイ。英語で笑顔と思いを届けよう。 I smile。 私が笑顔になる。 You smile。 あなたが笑顔になる。 The world smiles。 世界が笑顔になる。